忙しい高田さんに代わっていろんなところに行くこの企画、今回は、スノーパークおでとくらに前回来ていただいた、ミモザに今回もおはようございます、コースをいろいろ紹介してもらおうかなと思います、はい、今日雨予報だったんですけども、さすが晴れ女、晴れ女さすがですミモザは最近ここ滑ってる、もう毎日滑ってます。毎日やっぱ地形が面白いよ ね。レギュラーで言ったらまあ左側背中側の壁がね、うん、結構こうポン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 飛ぶとこがあって、ちょっと岩だったりが土かな出てるかなと思うんですけど、また雪次降れば、まあ、隠れるかなって感じで、眩しい、さすがさすが晴れ女雨予報も吹き飛ばす、すごいブスじゃないこの顔、うん、大丈夫そう、どう今日の化粧の具合はなんて、今日ね15点15点引く今日ね昨日ビール3本も飲んじゃったから、3本も飲んだの、顔がね、じゃあそんな晴れ女とスノーパークおでとくらを滑りたいと思います。スノーパークおでとくらのさ、ウェアのレンタル、あれは全部ギアあるんだっけ、全部あるレンタル屋さんで、まあ冬はお仕事しながら、これもレンタルウェアですか、そうこれも全部ボルコムで、うん、後でこうパーってやってください、パーってねでもめっちゃ可愛い、普通にね、これがレンタルなんてすごい、たまに被る他のスキー場で、あれみたいな、うちのレンタルのやつだって今期のだからミモザに会いに来たい人はレンタルへぜひ行ってみてください。差し入れます。差し入れ待ってるとかがめついから、ね、がめついから私が働いてるさくらのレンタルウェア全部ボルコムです。かわいいウェアいっぱいあるんで、レンタルもさくらも楽しいところもいっぱいあるんで遊びに来てくださいね。